ショートと見せかけて蹴る？さあ、ウィールアプリやっていきたいと思います。オンラインマッチですね。少しフォーメーションの方を変えたので、そちらの方で今日は挑んでいきたいと思います。はい、AC ミラン、アサンですね。で、フォーメーションこんな感じになってます。まあ、チームパワーの方が星1の状態を、まあ、保ちながら、できるだけまあ育ってない黒玉の選手を入れて、構成を、しています。コンディション、うわ、ルーニーやべえ。ルーニーやばい。で、相手見とこう。相手こんな感じですね。相手は、まあ、928。いけるでしょう。ルーニー絶不調だけど、まあ大丈夫でしょう。前回、戦ってたフォワードはブロンズなので、まあ、それよりは全然マシかと思います。よし、おいこけた。ニュードペトロリーナスルーパスを出す。いいボールだ。マジですよ。やべえ。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。シュート。よしよしよし。さあコーナーキック。おショーフットと見せかけて蹴る。どういうこと。何した。初めて見てる今のオフサイド。ちょっと待って、コーナーキックみたいな感じになってるけど。なんかルーニーすごいこけるんだけど。裏のスペースを狙う。さあ左へ預けて。さあどういく。裏のスペースへと呼んでいた。シュトラーロ。どうしようかな。ここ仕掛けてほしいですね。仕掛けたいんだけども。お、ナイスパス。ああ、なんだ今の。いや何もないまま前半終了。うわー、マジかよ。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が。前線で取りたい。チームスコアレスで折り返します。セカンドハーフ見ていきましょう。両チームノースコアで終わったティアン。よし抜けた。いいボール入りますよ。抜けてくる。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。まあまあコーナーだからね。上げて。おお。入ってからも動きが少ないですからね。試合の展開という意味では少しおとなしいですからね。ちょっと。先制点が非常に重要ですよね。ルーニー本当やってくんないと。一点決めてくれれば本当オッケーだよ。チャンスはものすごく危ないルーズボール。読まれすぎ。勝負できますよ。ミドル。セルヒオロメロ。シュート。ルーニー。味方を走らせる。オッケーオッケーオッケー。勝てるか。ここはカットします。家庭のアーチ。抜けるでしょう。サイドを使う。いや、いいボールだ。いいんじゃない。コーナーか。おい。チャンスだ。何やってんだ、俺。サイドのスペースを使う。ラストラスト。オフサイドはない。あげろよ。おい。何やってんだよ。ですよね。そしてここで最後の笛。シュートゼロとかねえわマジで。下がった。ということでオンラインマッチ新しいスカットの方でやってきました。まあ、ちょっとシーズンマッチとかも徐々にやってって、今の、まあ、星1は保ったままでスピリットの方を上げて、どんどんオンラインマッチで、まあ、レーティングの方を上げていきたいなと思います。目指せ1000ということで、目標はね、高くもしたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。